女優の上白石萌音が15日都内で開催された特別展、古代メキシコマヤアステガテオティワカンの取材会に出席、願い事を語った。本展はマヤアステカテオティワカンという代表的な3つの文明に焦点を当て、メキシコ国内とアメリカ以外で初めて公開されるマヤの赤の女王レイナ・ロハの墓の出土品をはじめ、メキシコ国内の主要博物館から厳選した約140点を近年の発掘調査の成果を交えて紹介するもの。音声ガイドナビゲーターを務める上白石はかつてメキシコで暮らしていたこともあり、スペイン語でこんにちは、そしてようこそと報道陣に笑顔で挨拶した。展示にちなんで願い事を問われた上白石は、長年の念願があるんですが、両親と妹と4人でメキシコに里帰りをしたいです、なので長期の休みが欲しいですとにっこり、一度もできていないんです、せっかく行くなら家族みんなで行って長めに滞在したいので、かっこ笑い、いろんなところにお願いをしようかなと、お祈りをしようかなと思います、かっこ笑いとコメント。改めてナビゲーターを務めた感想を問われると、楽しかったです、ここまでの稼働は音声ガイドの収録くらいしかまだないんですけど、音声ガイドが大好きで撮るのが、なのでとても楽しみながらやらせていただきましたし、メキシコに住んでいたとはいえやっぱり知らないことがたくさんあって、本当に勉強になることばっかりだったので、いろんな友達とかに知識をひけらかしているところですと笑顔。難しかった点を問われると、あるものを憑依させなきゃいけないところがあったんですよ。台本の中であるものを憑依させて読む瞬間があったんですけど、かっこ笑い、言ってもいいんですかね、フィッシュンだけ赤の女王に乗っ取られる場面がございます。そこは難しかったですが頑張りました。聞いてください、ぜひ聞いてほしいです、かっこ笑いとアピール。